中沖豊は、日本の政治家。元富山県知事。中沖武史富山銀行頭取は次男。富山県富山市出身。旧制富山高等学校を経て、1950年、東京大学法学部卒業後、地方自治庁に入庁。富山県総務部長、道県教育長、消防大学校校長、消防庁防災救急課長。 石川県経済部長、北陸新幹線建設促進同盟会長を歴任。1980年、当時の知事、中田光吉休止により行われた富山県知事選に立候補し初当選。以後、健康、スポーツ、花と緑、科学、文化の3つの日本一への挑戦を掲げた、住みよい県づくり等を推進。いい人、いい味、生き生き。 富山観光キャンペーンを展開したほか、富山空港のジェット化、北陸新幹線や北陸自動車道など、交通インフラの整備、高市リハビリテーション病院の会員、ジャパンエキスポ、富山や2000年富山国体の誘致にも力を注いだ。特に、北陸新幹線の整備に力を注いだことから、ミスター新幹線の愛称で呼ばれた。無所属での立候補が状態化していた知事選において、 1996年まで自由民主党公認で当選していた。しかし6期目となった2000年の知事選では初めて部所属として立候補した。これは中沖の幅広く支持を得たいという思惑と幅広い県民のために働く無所属として出るべきだと自民党に要求した連合と山会長代理のまた一政治の働きかけが一致したものと言われている。 その結果、自民、公明、民主、保守、県民社協会、連合とやわの推薦を受け当選した。6度の知事選はすべて日本共産党公認か、共産推薦の無所属候補との一騎打ちであった。しかし無所属として、立候補した最後の選挙を除き、他党の推薦を必要としなかったのが、典型的な非共産オール与党候補との違いであった。二千四年一月に、 脳梗塞により、体調を崩して入院し、同年8月、健康上の理由からの亡き目への不出馬を表明し、任期を終えた同年11月引退。引退後も富山県人づくり財団理事長や、富山空港ターミナルビルの会長を務めた。2004年に、北日本新聞文学賞、2005年11月に、朝日大受賞をそれぞれ受賞。2015年3月14日、 富山県に北陸新幹線が開業。1973年の整備計画決定から42年越しの開業であった。開業前の試乗会にも参加。開業後には開業までの苦悩を語った。2018年6月24日、肺炎のため死去。90歳没。通夜、葬儀は家族葬にて行われ、後日にお別れ会が開かれた。のぶ1位。 ありがとうございます。